太鼓チャンネル。さあ、いい天気、いい天気ですね。気持ちいいね。気持ちいい。はい、始まりました。はい、太鼓チャンネル、加畑雅則です。浅見遥です。あら、ね、私さ、うん、今日こんなね、なんかラフな格好をしてきてって言われたんですけど。素晴らしい。ちょっと加畑さんもね、ちょっとスポーティーな感じでさ、なんで、いや今日はね、はいはいはい、ね、ここ、うん、埼玉県県民活動総合センターで和太鼓の教室が行われるんです。だから、そういうことだから、こういうラフな感じ。そうそうそう。でね、今からそこに実際にお邪魔して太鼓を拝見しよう。あら、そういう企画なんですね。拝見しちゃっていいんですか。もちろんもちろん。うわ、楽しみ。もうだからさ、もう今日はしっかりと勉強してこようね。はい、オッケー。じゃあ早速行こう。オッケー。ということで会場に来ましたけども、うん、今回はどんな人が参加したんですか。今回は親子連れを中心に約80名の方が足を運びました。おお、すごいですね。うん、このイベントは定員制だったんだけどもね、実は定員以上の応募があって実際に参加できなかった人もいたそうなんだよね。おお、すごいですね。うん、今回指導してくださるのはスワンドの講師でもおなじみ三宝会の皆さんです。指導していただく太鼓は打ち合わせ太鼓、とっても楽しみだよね。1回のレッスンでみんな叩けるようになるかな。さて、準備も整い、いよいよ和太鼓体験教室が始まります。太鼓の真ん中にこうバチをね、8の字にしてちょっと置いてみてください。じゃあ最初はちょっと優しくやっていきましょう。優しく打っていきましょう。じゃあその置いた状態でこうちょっとだけ上げる。トコ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 。そうそう、今度はね、交互に行きます。右、左、右、左で行きます。じゃあ、行くよ。じゃあ、右から上げて、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの。と、まあ、初めは太鼓の基本的な打ち方を教えてもらったんだよね。そうですね、皆さんとっても楽しそうでした。せーの。時間が経つにつれて徐々に難易度が増すと、皆さんだんだん表情が変わってきました。そうですよ、私も実際に叩いてみて、あれ、ここ難しいって思うようなところもいくつかあったんですよね。見てくださいよ、この真剣な表情も。そうだね、ほんと真剣だったよね。うん、皆さん太鼓のリズムをマスターしようと必死になって取り組んでいるのがよくわかった。でもこうやって一つ一つのリズムを覚えていくと太鼓がますます楽しくなっていくんです。それこそ和太鼓の醍醐味だなって思うよね。ほんとそうですよね。私たちも及ばずながら自分のできる範囲でお手伝いをしました。どうしてもうまくできないところはこうやって親子一緒になって練習していたんだよね。そうですね、親子が一緒になって取り組んでいる姿がとても印象的で、こういった光景も体験教室ならではのことなんでしょうね。ほんとそうだよね。はるかちゃん、結構真剣だね。もちろんですよ。太鼓チャンネルの威信にかけて頑張りました。あれ、川田さんも真剣ですね。まあ僕なんかね、額に汗をかくほど気合を入れて取り組みましたよ。もう頑張ってる。太鼓は初めて叩くの？初めて？触ってみてどう？ザラザラしてるね。実際叩いてどう？どう？硬い。硬い？硬いね。音どうだった？音は？大きかった？ギョ
あの、なんで来ようと思ったの今日は、うん、今日はなんでだろう、あ、喧嘩でチラシ見て楽しそうだなって思ってどう手応えとして手応えとしてはね、うん、大丈夫、いけそういけそうでもね、ドンドラが難しくあ、ドンドラ難しかった、うん、頑張ろうね、頑張ります、頑張ります。皆さん、練習の成果が出ていましたね。はい、皆さんとっても上手に叩いていました。主催者の方にお話を伺いました。財団法人生き生き埼玉と、それから、日本太鼓協会さんとの共催ということで、生き生き埼玉の方で、あの、活動団体共同参加事業ということで、団体さんと一緒にですね、いろいろな事業を行っていこうというような、あの、ことをやっていまして、そこに、あの、日本太鼓協会さんの方が応募してきてくださったんですね。で、一緒にやることになりました。今回本当に、あの、ちっちゃい赤ちゃんから、それから、あの、おじいちゃん、おばあちゃんの世代の方までですね、たくさんの方に、あの、来ていただいたんですけれども、本当に、あの、世代間交流というか、あの、年齢に関係なく皆さんが一緒になって楽しめたっていうのがとても良かったと思います。すごく楽しそうな、あの、感じでやっていらっしゃるのが印象的でした。日本全国太鼓の旅、今回は茨城県つくば市に活動拠点を置く日立の国ふるさと太鼓会の練習にお邪魔しました。日立の国ふるさと太鼓会は昭和51年5月に結成して、今年で36周年を迎えました。スピーディーで軽快、さらに豪快、まるで五臓六腑に染み通るような旋律が特徴で、これまで数々のタイトルを獲得。そして昨年、世界各国から約200名が集まった学会で演奏を披露するなど、精力的に活動をしています。今後のイベント情報、まずは7月28、29日にわたって国宝松本城太鼓祭りが行われます。開催は昼1時半より行われるものと、午後5時より行われる2部構成となっています。壮大な演奏をぜひご覧ください。8月26日には和太鼓スーパーライブ in スワンドが行われます。出演は日立の国ふるさと太鼓会をはじめご覧の方々、迫力ある演奏をぜひご堪能ください。
そして東西ナンバーワンを決める大会がいよいよ行われます。西日本大会は9月16日に愛知県豊田市の豊田市民文化会館にて開催。東日本大会は9月22日に埼玉県鴻巣市のクレア鴻巣にて開催されます。どちらの大会も価格は全席指定1000円です。東西ナンバーワンを決める大会です。ぜひお越しください。出演者募集。11月4日に大太鼓日本一を決める太鼓祭り in 熊谷ドームが開催されます。優勝賞金30万円、準優勝10万円、応募の締め切りは8月31日までです。詳しくは日本太鼓協会まで。太鼓のイベント盛りだくさん、その機会にぜひ足を運んでみてください。さて次週の太鼓チャンネルですが、引き続き和太鼓体験教室、和太鼓をやってみようをお届けします。はい、実際に参加している方にスポットを当ててお届けしたいと思います。はい、それでは太鼓チャンネル、また来週。